はい、どうも。今回紹介するのはタミヤの、キャメルプジョー 405T16GR です。これ90年のあのパリダカ優勝者ということで、この前の年の89年のパリダカ優勝者もまあ出てはいましたね、当時で。そちらの方を収録してたんですけども、データが壊れてました。で、気づいた時には、そのデータ壊れてたことに気づいたこと時にはもう部品がバラバラだったので、これはということで、そっちの方はね、ちょっとボツということで、こちらの方は改めて撮らさせていただきたいと思います。なので今そっちの方はだいぶ塗装とかは進んではいるんですが、キャメルロゴですね。もう今これは出せないですからね、キャメルロゴは。こういう感じのデカールですね。よいしょ。まあ結構塗り分けとかは大変です、言って。まあボディがね、こういう感じで、前と後ろが繋がってて、で、これが後ろがこう開閉できるような、そんな感じになってます。で、タイヤが結構ごつい感じのタイヤがついてますね。網がついてる。これはなかったと思うんだよな。クリアパーツ、シャーシが、あの裏がね、アンダーカバーつくんですけども、まあこれ塗らなければ、あの下側もね、いつでも見ることができますよっていう感じです。でも塗ります。で、足回りやらエンジンやらのパーツ、足回り、うん、足回りか、駆動系、これがね、室内とかのパーツになりますね。で、スペアタイヤはですね、このプラ成形の感じになってます。なんか最近のやつだったらね、ホイールだけあってタイヤが5本ついててとかっていう感じですけども、こいつはそういう風ではなくて、タイヤも塗ってねっていうやつですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょこっと違いはあるのかな？あ、フォグランプがつきますね。箱で見た時点で気づけよって話ですけど、これあの89年の方にはつかないですね。ってことは穴開けしなきゃいけないのかな。あ、書いてありますね。穴を開けますって書いてありますね。で、これ89年のやつと一緒なのかな。あの車体は一緒でカラーリングが違うとかなんですかね。89年の方もね、内装白で塗るような感じになってるんですけど、ってことはボディカラーに外だけ塗り替えたみたいな感じですかね。内装色とか、シャーシもかな、シャーシ全体も X に白で塗るような指示がありますので、まあ実車もこう一緒だったんですかね。そのなんだろう、あの車体は一緒でこうカラーリング変えてみたいな、そんな感じだったのかもしれませんが、ここがね、結構ね、今ね、まあやってる方難儀してて、一応これあのボンネットのダクトなんですけど、ここ別体成形なんですけど、結局ここにまたがってで貼るデカールとかがあったりしたんですよ。こっちはない、こいつはないのかな。あ、ありますね。なんで、で、かといって、メッシュ、これ内側から貼るのがあるんですよ。だからこれは今ちょっとどうしようかなって考えながらやってるところです。まあ、こいつもちょっと、どうしようかなっていうところではありますけども。まあ、こちらの方もね、組み上がりましたら、まあ、ちょっと、89年の方はちょっと、組んでみたレビューもやりませんけども、まあ、基本的には一緒のキットなのでね。こっちの方は組み上がりましたら、組んでみたレビューの方もやろうかなっていうふうに思います。よいしょ。よいしょ。よし。というわけでこちらですね。90年のパリダカ仕様の、キャメルプジョー 405T16GR でした。ご視聴いただきありがとうございました。